一人でやりたがるせいで全然回ってないシェフの店で優勝したネルソンズ。ディフェンディングチャンピオンのおもうそい店はどんなお店なのか。続いてはシェフが一人で回すランチビュッフェのお店。今ビュッフェですからね。お邪魔します。広瀬いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。あ、すいません、フジテレビの妄想にしてると思います。はい、お待ちしてました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お客さんもたくさんいますよ。そうですね、素敵なお店、はい、またここから多分お客さん増えてくると思います。はい、ランチビュッフェですか。そうですね、はい、ランチにしては結構豪華なメニューです。ありがとうございます。おいくらでやられてるんですか。こちらがですね、シェフの気軽に楽しんでほしいという思いで1500円でやらせていただきます。1人1500円。はい、1人1500円。こんな豪華な、こだわりたな、この手作りオムレツ。あ、いい、優しさです。あ、いい、紹介もしたそうちゃう大丈夫。はい、シェフの和田です。よろしくお願いします。お願いします。こんにちは。よろしくお願いします。ゆるべこいつ。ビュッフェのメニューの中でもこのローストビーフがうまいと評判なんだとか。あ、うまいわ。どうぞお召し上がりください。あ、どうしたの。こだわり卵の手作りオムレツ、もう少しで食べます。こだわりやな。シェフ、黒毛和牛のローストビーフあと5枚です。本当に今切るわ。ちょっと待って、ごめんなさい、カメラが振ってごめんなさい。ちょっとね、少なかったよ。なんかちょっと雑を出しました。黒毛和牛のローストビーフどうぞ、ゆっくりお召し上がりください。シェフ、追加注文お願いします。何少ないね。